株式会社 AI が提供するデモ音声です。写真拡大。ジャパンシーの枠順が決まった木曜午後2時過ぎ。これはデモ音声です。コンザレイルが2番、シャフリヤールは4番。これはデモ音声です。人気のダービー馬2頭は揃って内枠に入った。株式会社 AI が提供するデモ音声です。過去10年でそれぞれ2勝1勝と勝ち馬が出ている好枠だが、枠順成績はさらにうちの1番が3の2の2の3と抜けていい。株式会社 AI が提供するデモ音声です。絶好枠をゲットしたムイトーブリガードが急浮上だ。株式会社 AI によるデモ音声です。立東トレセンの投票所で枠順を確認した柴原助手は、開口1番いい枠ですねと歓迎。株式会社 AI が提供するデモ音声です。近年はレースの流れが落ち着き、馬群も固まりやすい。株式会社 AI によるデモ音声です。経済コースを通って流れに乗れる内枠はアドバンテージになる。これはデモ音声です。さらに芝は C コース仕様2周目で内側のコンディションもいい。株式会社 AI が提供するデモ音声です。物理的に走る距離が少なくなる内枠が有利だ。株式会社 AI が提供するデモ音声です。 C コースで行われる東部隊の日本ダービーでも最内枠が最強。これはデモ音声です。過去10年で1番は3勝2着3回。株式会社 AI によるデモ音声です。19年には12番人気だったロジャーバローズが先行策から押し切った。これはデモ音声です。ジャパンシーでも11年には最内1番に入った14番人気ジャガーメールが3着に激走。株式会社 AI が提供するデモ音声です。京都大賞典4着、天皇賞秋9着のローテーションはムイトーブリガード11、10着と同じ。これはデモ音声です。年齢も同じ7歳だ。株式会社 AI が提供するデモ音声です。秋初戦の京都大賞典はゲート内で前走か期して危うさを見せたが、前走からブリンカーをつけたことでスタートは安定。株式会社 AI が提供するデモ音声です。今回も着用して臨む。株式会社 AI が提供するデモ音声です。同助手はつけたことで馬の走りは良かった。株式会社 AI によるデモ音声です。2000メートルの距離は忙しかったので2400メートルの方が全然いいですねと距離延長で前進に期待した。株式会社 AI によるデモ音声です。東京コース4勝は出走メンバー最多の勝利数。株式会社 AI が提供するデモ音声です。そのうち3勝は当舞台で挙げている。株式会社 AI によるデモ音声です。19年には芝 2500m のアルゼンチン共和国杯も制した。株式会社 AI が提供するデモ音声です。ジャパン C は19年8着以来2度目の参戦。株式会社 AI が提供するデモ音声です。水曜の最終追いは長めからびっしり追われ、年齢を感じさせない活気あふれる動き。株式会社 AI によるデモ音声です。いつも通り状態はいいですよ。
株式会社 AI によるデモ音声です。あとはジョッキーに任せますと柴田義に託す。株式会社 AI が提供するデモ音声です。場名の意味はポルトガル語でどうもありがとう。株式会社 AI が提供するデモ音声です。引き当てた絶好枠から高配当の使者になる。基本は内枠有利、スタート地点はスタンド前やや一角より。これはデモ音声です。ゲートを出てから約350メートルほど直線が続く。株式会社 AI が提供するデモ音声です。よほど先行馬が揃わない限りペースは上がらない。株式会社 AI が提供するデモ音声です。客室の有利不利はさほどないが、ある程度は前につけられる方がいい。これはデモ音声です。枠は基本内有利。これはデモ音声です。ここ10回は、1枠が4328で 23%、連帯率 41% と好成績。これはデモ音声です。Cコース代わり2周目。株式会社 AI によるデモ音声です。うちの状態は悪くない。これはデモ音声です。いずれにしても流れが落ち着くと、外枠は距離ロス。